無償化のサブチャンネルへようこそ、無償化大輝です。サブチャンネルのガシャ動画です。メインチャンネルでよく扱っている昆虫のガチャガチャは、バンダイさんの生き物大図鑑シリーズが結構多いんですけれども、今回はですね、ネイチャーテクニカラーさんから出ている、ドイツ箱マグネットコレクションというガチャガチャを紹介したいなと思います。こちらどうやら、ドイツ箱っていう標本箱の中に、まあ、蝶々のレプリカを入れたマグネットフィギュア。的な商品みたいなんですけども、もう現在で第3弾まで登場しているみたいなんですね。今回は第2弾と第3弾の全種類セットをそれぞれ手に入れたんで、全20種類ちょっとこちらのサブチャンネルで開封して紹介していこうかなと思います。行ってみよう。というわけで今回は店舗でのガチャガチャではなく全種類セットを購入させていただきました。こっちがドイツ箱2で、こっちがドイツ箱3。じゃあまず2から開けていってみましょう。説明書も丁寧に個数分入れてくれてるみたいです。うわー、すげえ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 。うわ、すげえすげえすげえ。いいじゃん、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 いいじゃん。これで全10種類ということですね。じゃあちょっと説明書見ていきましょう。サイエンステクニカラー、ドイツ箱マグネットコレクション2、全10種類300円。ラインナップはこちら。ゴダルティモルフォ、ペレイデスモルフォ、メガネトリバネアゲハ、ナルキッサスミイロタテハ、クジャクヤママユ、オオゴマダラ、ツマベニチョウ、スジグロカワマダラ、オナガアゲハ、キアゲハの全10種類となっております。箱の中には紙に印刷された蝶が入っております。本物の蝶は入っておりません。わかっとる。ってなわけで。まあ、ビニールに入っているだけなんで、とりあえず全部開けていくか。うんとこしょ、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 うんとこしょ。というわけでこちらがドイツ箱マグネットコレクション2の全種類でございます。いやーすごいねこれ。まあ、どんなものかというのを見ていきますと、プラスチックで作られた標本箱のようなものの中に印刷された蝶々が入っております。そして実際展示されている標本のように和名と学名が書いてありますね。おい、中にホコリ入ってるやんけ。で、マグネットコレクションというようにこちら、裏が磁石になっております。ですので、こういうところに、ペタ、おー、貼り付いた。いいじゃないですか。みんなも冷蔵庫とかに貼っていいんやで。こちらが全10種類なんですけども、上の5種類は世界の蝶やが、そして下の5種類は日本にも生息している蝶ということになっておりますね。ちょっと順番に見てみましょうか。というわけでまずこちら、青い蝶が2つ並んでおりますけれども、左がゴダルティモルフォ、そして右がペレイデスモルフォ。いやーこれすごいね、キラキラだね。光を当てる角度によってこの虹色に輝く感じ、これ構造色って言うんですね。日本にはモルフォ蝶の仲間は存在しておりません。このモルフォ蝶というのは、羽に構造色を持つ蝶々の仲間です。構造色っていうのはちょっと難しいんですけども、もともと色を持っていない物質が光を吸収することによって特定の色を発色するような色構造のことを構造色なんて言います。このモルフォ蝶とかもそうなんですけども、日本でいうとタマムシの色なんかも構造色ですね。左のゴダルティモルフォはペルーとかコロンビアに生息、右のペレイデスモルフォはメキシコ中央アメリカなどに生息しているみたいです。昆虫標本即売会とかに行ってもたくさん標本が出ている蝶ですね。そこまで昆虫に興味がない人でもインテリアとしてこのモルフォ蝶の標本を飾ってるお家なんかはよくあったりします。はい、こちら緑色の蝶はメガネトリバネアゲハでございます。無償化の動画ではオーストラリア編の時に緑メガネトリバネアゲハという蝶が出てきておりますけれども、あのオーストラリアにいたのはこのメガネトリバネアゲハの亜種にあたるみたいです。このメガネトリバネアゲハはインドネシアとかニューギニアに生息しているみたいですね。幼虫やサナギを無償化はまだ見たことないんですけども、サナギの形なんかは日本のアゲハ蝶とかと一緒で、でもめちゃくちゃ大きいサナギをしてるみたいなので、次回オーストラリアに行った時は幼虫かサナギ見てみたいななんて思っております。はい、こちらはナルキッサスミイロタテハとクジャクヤママイでございます。こちらはフレンチギアナに生息しているミイロタテハ族の蝶みたいです。青と赤っていう色の付き方がマジでかっこいい。そしてこちらがクジャクヤママイでございます。皆さんも名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかなと思います。そう、エーミールでございます。少年の日の思い出という短編小説なんですけれども、中学1年生の時の国語の教科書に掲載されていることも多いみたいで、知っている人が多いみたいです。その小説の中でこのクジャクヤママユの標本を取り合いするっていうシーンがあるんですね。それである程度知名度があるガーだと思います。このさ、多少の傷は許すけど、標本箱の中にホコリが入ってんの許されへんねんけど、開くならまだしも開かへんのにホコリを入れたまま閉じるな。そしてこちらの5種類は日本でも見られる蝶でございます。この3種類は南方系の蝶々、そしてこの右2種は本州でも見られる蝶でございます。こちらオオゴマダラ、そしてツマベニチョウ、
辻黒釜バダラですね。この3種類は虫岡の石垣島編とか沖縄本島編の時に出てきている蝶です。そしてこっちがキアゲハとオナガアゲハでございます。この2種類はもしかしたら皆さんももう捕まえたことがあるかもしれないですね。どちらもアゲハ蝶の仲間です。特にキアゲハなんかは皆さんも街の中でよく見かけたりするかもしれません。近くに畑がある人は人参やパセリにゼブラ柄の幼虫がついていることもあるかもしれない。いいですね、この印刷されたものかもしれないですけども、この標本箱に入っているだけでぐっとかっこよく見えますね。というわけでこちらがドイツ箱マグネットコレクション2でございました。ちなみに皆さん、ドイツ箱って何と思うかもしれませんが、ドイツ箱っていうのは昆虫標本を入れてるこの箱の名前でございます。この箱全体が塗装された木製で、この上がガラスでできているものを言いますね。国内のメーカーで専門の職人さんが一つずつ手作りしているもののようです。昆虫の専門店なんかに行ったら、この標本ケースというものは売っているんですけども、結構ピンキリで、周りが厚紙でできているものとか、プラスチックでできているものとか色々ありますけれども、その中でもおそらく一番高級と言われているのがドイツ箱ですね。作りもしっかりしているし、空気や湿気の侵入なんかも許さない構造になっています。ですので皆さんもすごく大事な標本を保管するときはこのドイツ箱で保管することをお勧めします。というわけでこちらはドイツ箱2でございました。では続いて3開封していきましょう。よいしょ。あー、早速知ってる蝶がいっぱい出てきてる。いいな。おー、いいですね。第2弾とはまた色合いが変わりましたよ。見ていきましょう。うんとこしょ、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 うんとこしょ。うおー、なんかすげー良さそう、第3弾。というわけでこちらがドイツ箱マグネットコレクション3の全10種類でございます。ラインナップはこちら。キプリスモルフォ、アレキサンドラトリバネアゲハ、ゴライアストリバネアゲハ、アポロウスバシロチョウ、スカシツバメシジミタテハ、キリシマミドリシジミ、クジャクチョウ、イボタガ、ジャコアゲハ、ルリタテハの全10種類でございます。今回も上の5つが世界の蝶ヤガ、そして下5つが日本の蝶ヤガとなっております。順番に見てみましょう。こいつらまたギラギラしておりますね。左からキプリスモルフォ、アレキサンドラトリバネアゲハ、ゴライアストリバネアゲハの3種類です。こちら左に持っていたのは第2弾のモルフォ蝶の標本箱ですけれども、こんな感じでね、青いモルフォ蝶の標本いっぱい即売会に行ったら売ってるんですよね。その中でもこのキプリスモルフォは一番見る蝶の標本じゃないのかな。ヘレナモルフォとキプリスモルフォの標本はよく即売会でも見られますし、昆虫館の標本とか、あとインテリアとかにも使われている、かなり標本の世界ではメジャーなモルフォ蝶だと思います。いや、綺麗よね、キプリス。はい、こちら2種類の緑の蝶々がいますけれども、左がアレキサンドラトリバネアゲハ、そして右がゴライアストリバネアゲハとなっております。この2種類はどちらもニューギニア島に生息している蝶のようです。そしてこのアレキサンドラトリバネアゲハは世界最大の蝶と言われております。このトリバネアゲハという名前は名前の通り鳥のように巨大だから付けられた名前だそうです。なんとこのトリバネアゲハが発見された時も鳥と間違えて銃で撃ち落としたなんて言われておりますね。はい、こちらの2つは左がアポロウスバシロチョウ、そして右がスカシツバメシジミタテハという蝶のようです。このアポロウスバシロチョウはヨーロッパに生息している蝶々のようですね。日本のウスバシロチョウと一緒で山地とか高山草原などを好んで生息しているみたいですね。そしてこちらスカシツバメシジミタテハなんですけれども、でこれスカシって書いてあるように、でこれね、ぜひとも気になった人はネットで調べてほしいんですけども、これ生きてる時の写真がね、ネット上にも上がってるんですが、めちゃくちゃ綺麗です。本当に羽が透けてるんですよ。このガチャガチャは背景が白いからあんまり透けてる感がありませんが、生きているものを草原なんかで見かけた時は幻想的なんでしょうね。いや、見たいな。そして残りの5種が日本に生息している蝶々になります。おそらく虫岡の動画ではこの左上の霧島緑しじみ以外は出てきたことあるんじゃないかなと思います。そう、こちら霧島緑しじみという蝶々でございます。緑しじみっていうのは樹状性のしじみ蝶の仲間です。ですので皆さんも普通に生活しているとあんまり見かけることがない蝶々の仲間だと思います。このように羽の裏が緑色に輝いていることから、蝶マニアたちにはすごく人気な蝶々の仲間です。この霧島緑しじみっていうのは鹿児島の霧島山で発見されたから霧島っていう名前がついておりますけれども、本州の方にもいくつか生息地はあるみたいです。虫岡もこういうザ緑しじみの仲間は捕まえたことがないな。そしてこちらクジャクチョウでございますね。これも産地性の蝶でございます。虫岡以前これ姫岐阜蝶を探しに行った時に見かけた蝶でございますね。クジャクチョウ。そしてイボタガ、これは春の三大ガと言われているガの一種でございますけれども、3月中旬から飛び始める大型のガの仲間で、大霜降りスズメ、エゾヨツメに並んで
もう一匹、春の三大蛾と呼ばれる蛾の仲間でございます。いや、この模様が渋いんだよね。イボタが独特でかっこいいよな。そしてこちら2種は皆さんもお家の周りでもしかしたら見かけたことあるかもしれません。左がジャコウアゲハで、右がルリタテハ。このジャコウアゲハは河川敷とかにもよく生えている馬の鈴草っていう植物に卵を産んで、そして幼虫がその葉っぱを食べて育ちます。そしてこちらルリタテハでございます。こちらはタテハ蝶の仲間で、成虫越冬する蝶の仲間です。この寒い中もこの成虫の姿で林の中で越冬しています。ですので暖かくなった3月頃から活動を開始し始める蝶々の仲間です。ルリタテハの学名はカニスカカネイスって書いておりますけれども、王様戦隊キングオージャー、その中に出てくる紫のパピオンオージャーの名前がリタカニスカって言うんですよね。おそらくこのルリタテハの学名から取っているものだと思われます。リタカニスカが王様をしている国は極寒っていうすげえ寒い国なんですよね。もしかしたらこのルリタテハが越冬することから、リタカニスカが住んでいる国も寒い国という風に関連付けられているのかもしれません。皆さんも春になったら探してみてください。ルリタテハ。というわけで、ドイツ箱、マグネットコレクション2と3を全部並べてみました。うわー、すげー、圧巻だね。この標本1個300円ってすごいいいよね。もちろん2、3合わせたら全部で20種類あるから、コンプリートするっていうのは大変かもしらんけど、でも家にちょこっとだけ飾りたいって言ったら、1個300円でこれが楽しめて、しかも全10種類やから、あんまり被らないと思うのよ。そういう意味ではちょっとね、皆さんにもこれ見かけたら回してほしいなと思います。いや、虫岡がもっと蝶々に詳しかったらメインチャンネルで扱ってもよかったぐらいですよ。いやー、素晴らしいわこれ。本物の標本を管理するってなると、乾燥とか害虫とか紫外線とかそういったものに気を配らないといけないからすごく大変なんですけれども、これやったら実際のものより小さいし、冷蔵庫に貼っておけるし、気軽に昆虫標本を楽しむことができる、めちゃくちゃいいガチャガチャなんじゃないかなと思います。というわけで、皆さんも見かけたらドイツ箱ぜひ挑戦してみてください。ありがとうございました。ムシオカでした。笑